プロスピって1円も使わなくても面白いんよ。どうもプロスピナンバーワン芸人のアーナタレです。よろしくお願いします。アーナちゃんです。よろしくお願いします。さあ、中日和久井さんホーム画面自チーム中日ドラゴンズということで無課金明かりでございます。ありがとうございます。ということでね、まあ今日タイトルにもあると思うんですけど、無課金1円でも使わなくてもプロスピって強いオーダー作れるんですよね。まあその方法というかやり方を今日ちょっとね、まあ最近始められた方多いと思うんで、プロスピね、ぜひぜひ伝授して、いいねプロスピライフを送っていただきたいと思います。まあその前に、じゃあ、お前なんだと、お前じゃそんなこと言っててさと、オーダーどういう感じなんだ見せてみーという感じですよね。これ無課金アカなんで、まあ、僕ねメイン、バリバリ課金してるアカウントと無課金アカ両あの2つありますと。で、これ本当に無課金なんですよ。で、まあ、じゃあどれだけ強いオーダー組めてるのっていうのをちょっと今お見せしますんで、リアタイオーダー見てください。こちらです。はい、こんな感じですよね。まあ言うたらさ、これってみんな極めじゃん、ほぼほぼ極めじゃん。まあこのね控えの哲人さんと、まあ、おかりくんはちょっとね、予兆を呼んだけど、ほぼほぼ極みで組めてるんよ。これ無課金なんよ。まあね、タブゴアさん、タブチでさんですね。タブチでゴアさん。もうこれスピ解放して。まあ、あとね、後々言うんですけど。岡本さんもね、これもね、確定取れてると。トロサキさんもね、これ別のようにタイトルホルダー取れてますよ、とね。で、ノリさんもこれ取れてますよ、とね。この前のね、TS 岡本さんも取れてますと。で、OB 金本さんと、センター B の柳田さんと、ライト福留さんも取れてますよ、とね。坂倉さんも取れてますよ、ですね。で、まあ、イチューラーもいるし、ヤマダもいるしね。オカバーレーもいるし、ハーレーもいるんですよね。どうやってこんな打線組めてんのっていう。なんすか、すげえじゃないですかって話でしょ。そう、ピッチャーも見てくださいよ。ダルビッシュさんいます。はい、ちょっとこれルームにしよう。ちょっとね、疲労しちゃってるから。ダルビッシュさんいますと。まあ3800だけどね。藤波くんも取れてますと。藤井さんもいますよと。で、千賀さんとマークですね、いますよ。強えじゃんっていう。松井さんも取れてるし、宮城さん、これ3000ぐらいになるんだけど、まあこれちょっとね、置いといて、まあ高梨さんとか、まあ永久永川さんとか、高梨さんとかいますよ。で、涌井さん、これね、ちょっとだけ、言うと涌井さんだけ課金してますと。あのね、涌井さんだけは、このアカウント、特別なんで、課金はさせてもらってます。涌井さんのみね。涌井さんだけはちょっとね、課金してでも取りたい選手なんで、涌井さんのみ課金という形にさせていただきます。はい、でね、じゃあここからが本題なんですけども、無課金でここまで強いオーダーを作るにはどうすればいいか。これまずね、一つやっぱりエナジーをどう貯めていくかなんですよね。そう、エナジーをどう貯めていくか。まず一つで、イベントありますよね。イベント、これ必ず累計まで回収してください。はい、必ず累計をクリアする。これはもう、なんだろう、無課金アカをやるにやる上で一番重要なことかもしれないです。累計を必ず回収する、終わらせる。そう、さっきねオーダー見ていただいたと思うんですけども、中村のりさんいましたよね。中村のりさん、あれ僕累計なんですよ。累計で獲得できたんですよ。もう中村のりさんって言ったら一生スピ解放してもいいぐらい、すごい強い選手で、まあ、その選手が取れたのは累計のおかげなんですよね。そう、金本兄貴だよね。ライドラ降格で、まあ、ライドラ界の、まあ最強バッターって言われてるんだけども、あの金本さんも累計です。はい、あれも累計なんですよ。そう。で、ライトの福留さんいましたよね。高橋由伸の次最強ライトさ、誰だって言ったらやっぱ福留さんかなと思うんですよ。あれも累計なんですよ。そう。ってことは、まあ、累計運ももちろんあるんだけど、その運を使うためにはまず累計を終わらせないといけないよねっていう。だからやっぱ累計っていうのは必ず無課金の方絶対に終わらせる。
これ、まあ、の課金してる方でも言えるんだけど、絶対終わらせた方がいいんだけど、無課金はなおさらです。ぜひぜひそこはね、一番重要なところなんで一番先に言いました、はい、で2つ目、イベントを終わらせるタイミングですか、うん、やっぱそれをちょっと、ね、お話ししたいんですけども、ね、エナジーを割ってイベントを終わらせるっていうやり方があります、僕はもうメインのアカウントではそうしてます、実はその無課金やかも僕はちょっと一応ねプロスピの YouTuber なんで無課金やかもエナジー割って終わらせてます。それはもう生放送でやるためにとか、それはもうね、YouTuber だからやってる。そう、普通だったらやらないです。無課金だったらと。だからイベントは必ず最終日の前日に終わらせてください。例えば、じゃあ今日、水曜日ですか、水曜日始まり、で、1週間のイベントで来週水曜日までですというイベントがあります。そしたら、火曜日の夜に終わらせる。そうするとエナジーが自然回復で終わらせられたりとか、まあ、最低限のエナジーを割るエナジースでできたりとか、まあ、そういうふうになるんですよね。そうで、じゃあなぜそんなに終わるちょっと前じゃないのかっていうと、まあ、前日もし最終日なんかあったらね、もう熱が出てもう何もできませんと、もう無理やで、そういう時にやっぱり前日に終わらせる。何かあった時のために前日に終わらせる。それが一番ね重要だと思います。ぜひぜひそこ参考にしてください。よろしくお願いします。まあね、エナジーを増やす方法で一番、重要なのはそこですね。イベントでもらえるエナジーをどれだけプラスにしていくかってことですよね。そう。で、あともう一つエナジーに関してなんですけど、デイリーミッションってあるじゃないですか。デイリーミッション。そう。まあこれですよね。今もう僕クリアしてますよ。このデイリーミッション、365日、1日も欠かさずにクリアしてください。1日も欠かさずにです、はい、僕は、2020年の5月31日からこの、無課金アカやらせてもらってます、はい、もう3年前ですかね、3年間ですかね、この3年間で、デイリーミッションを終わらせなかったこと、まあ、できなかったこと一度もないです、はい、1日たりともできなかったことないです、はい、全部クリアします。風の日もクリアします。はい、用事があった時もクリアしてます、はい、デイリーミッションは、まあ、10分あれば終わらせられるよっていう、うん、絶対に10分あるでしょ、暇な時間な、もう10分もないですね、人いないでしょ。そう、例えばじゃあ朝早く起きて仕事行かないといけない、学校行かないといけない、じゃあ10分早く起きようよ。10分早く起きればデイリーミッションクリアできるでしょ。言い訳できないですよ、時間がないっていうのは。なのでぜひぜひそこのデイリーミッションは必ずクリアしてください。これめちゃめちゃ重要です。あのね、デイリーミッションをバカにしてる方、デイリーミッションと宝が4エナジーだろう6エナジーだろうぐらいにか思ってる方はエナジー増えません。はい、無課金が向いてないです。はい、そこはもうぜひぜひ絶対に、エナジーを獲得してください、デイリーミッションで。まあそこがね、大事な3点ですね。まあ、ここは絶対にクリアしておきたい。うん、で、あとね、まあ、あのエナジーに関することなんだけど、そのリアタイってあるじゃないですか。リアルタイム対戦、ランク戦ですね。たまにエナジーもらえることあるんですよ。そう。だから僕はリアタイも絶対こなした方がいいと思ってます。はい、リアタイでたまに3エナジーで押してくる。で、本当にごくごくたまに S ランク契約書を押してくることがあります、はい、僕はまだ1回も押したことないんですけど、はい、まあ、そういうのも含めてリアタイはちょっとやるべきかなって僕は思ってますね。リアタイちょっと不得意だなと思ってる方も、まあ、リアタイやってちょっとでもエナジーを増やすっていうのは重要かなと思ってます。てな感じですかね。今日はね、まあね、ちょっと長いこと、喋らせてもらいました。ね、今来ているプロスピコロシアム、これはね、エナジー割ることできないんで、これはまあ強制的に最終日の前日に、イベント側は、ね、クリアできるんですけども。ね、まあ本当にね、累計が欲しいとかね、早く、その例えば TS 第3弾の累計が早く欲しいから、ターニングポイントをもう初日で終わらせる、ね、早く取りたいから、まあそれもね、わかる。それはわかるよ。うん、ただエナジーを増やす方法、ね、無課金でも O2 でも作れる方法を
ということに関してはあんまりお勧めしないです。ただね、うん、気持ちはわかります。早く欲しいっていう。だからそこは、まあエナジーたまんないけどいいやって思うんだったら、もうそこは皆さんの自由です。ぜひぜひそこはね、まあ自分と相談してみてください。ということで長くなりました。以上でね、無課金でも、1円も使わないでも強く、強いオーダーを作れるね、方法ということでね、今日はお伝えしました。ね、参考になったよ。いいじゃん、オップ。オップって僕ですけどね。まあ、いいじゃんか、オップ。最高だよって思った方は、チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。うん。無課金でもね、やれるんだってところ僕見せてます。見せたます。うん。ぜひぜひ、これからもね、いいプロスピーライフを送っていきましょう。ということで、ありがとうございました。バイバイ。